最高、最高、栄光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  GO！ さあ始まりました、栄光 GO！ ということで今日もですね、栄光に向かって GO していきたいと思います。さあ目の前にこちらスプーンが一つ用意されてますけど、一体何ですか今日は。はい、夏らしい感じの企画をやろうと思いまして、はい、アイス何種類かずっと食べてきましたよね。ありましたね、はい、ただ食べるだけまあまあそうなんですけど、はい、どっかのファミリーマートさんが、はい、エコーゴーをなんかそのそうカノエコイチオシみたいなポップ作って貼ってくれてたお店ありましたよね、はい、ありました、ファミリーマート、はい、いやありがとうございます、見ていただいて。そうですね、そういうこともありましたが、はい、今回こんなアイスを用意しました。え、三軒ダッツ。あー食べないですね普通のアイスと比べてやっぱりお値段もしますね。そうなんですよ、なんで冒険できないっていう感じも見てる人もあるかなと思いまして、カノさんに教えてもらっておすすめ。なるほど、はい、まずはリッチミルク、はい、ちょっと変わり種っぽいやつを用意しました。まあバニラとかチョコレートとかはみんな味わかるかなと思って、うん、はい、いただきます。うん、うわ濃厚だね。いい焼肉屋さん連れてってもらったら、なんかたまにデザートでポンと出されたりしますよね、はいはい、あとあの仕事で飛行機であのファーストクラスみたいなの乗ったりすると、はいはい、この機内食の後に本当にハーゲンダーツ1個ポンとデザートに出てきたりしますね。あ、これはもう間違いないですね、リッチミルクは。もう バニラとかよりもっとこう、うん、そうそうそう、濃厚で本当にミルクの強さがやっぱ感じられる。で、あの甘ったるくない、うん、程よくこのバニラのミルクのこのコクが、食べ終わってもね、こう鼻に抜けていく感じ、幸せになれるアイスです。ああ、いいですね、うん、で、まああとグリーンティーとかは食べたことあります。まあ通称抹茶っすよね。この辺も全然食べたことありますよ。いただきます。うん、うーん、そうそうそう、あ、久々に食べたな。ほんと上品というか、いいお茶使ってるなって感じ。ミルクティーっていいですか。はい、チャイミルクティー。チャイですからね、チャイ。うわー、こんな感じなんだ。まあ飲まないしね、ミルクティーも飲まないし、チャイも飲まないし。いただきます。うわー、めちゃくちゃチャイだなうわ、すごいねこれ。リッチミルクやグリーンティーに比べて、それなんか口どけがすごい早い感じがするんですよ、このチャイミルクティー。その分なんか本当にあのそのチャイをゴクッとこう飲んでるような感じ、アイスチャイを。チャイのところが若干ね、口どけ早いのよ。よくそれをまたこのミルクティーアイスがまろやかに包み込んでくる感じ。これすげえ、アイスのチャイにミルクティーのアイスをポンとこう浮かべたような感じがしますね。おしゃれ。ちょっとこの食感が面白いね。うわうまい。続いてヘブンリーキャラメル。甘そうっすけどね、響きだけだと。キャラメルってね、いや僕も好きなんですけど、 4,5 回ぐらいかな、口に運んだらもうちょっと手止まるというかいただきます。なるほど、まろやか。やっぱさすがハーゲンダッツというか、こう喉焼けるようなこのなんか甘ったるさというのないっすね。すっきりしてる。でもしっかりキャラメルは感じられる。あ、うまっ。これ今まで食べてきたキャラメル味って何だったんだろうと思いますねこれ食べるとこれだったんだって、これが正解のキャラメル味かっていうこれ絶対行かないね、ラムレーズン。そうなんですよね、絶対行かない。行かないんですよ。地
自分でお金出して買うラムレーズン。アイスクリーム屋さんだと必ずありますよね、なんか。あるけど、うん、あんまり減ってんの見たことない。俺、たまたまかもしんないけど、いただきます。あれ？大人。カクテル飲んでるみたいな感じするよ、これ。ああ、なるほど。本当にラムの、なんかちょっと酔っ払いそうな味じゃない。いや、でもうまい。お子様は特にアルコールに弱い方は注意してください。へえ。アルコールちょっと入ってるんだ。これちょっとこの味が分かるようになって、俺ハーゲンダッツで一番好きなのラムレーズンかなって言える大人になりたいぐらいうまい。ちょっとやっぱりできたかな。気持ちなのよ、多分気持ちで。そうですね。ザッハトルテ、ザッハトルテ、ザッハトルテがよくわかんない。チョコのケーキか。ちっちゃちっちゃ。どうしました。いやもうこの段階だったらやっぱ行かない。やっぱ量あるさ、スイカバーとか行きたいよね。でっかいビッグって書いてるやつ。いただきます。もう、うめえ。こんなチョココーティングされててもしつこくないし、あのいや甘そうって思うじゃないですか。いやもちろん甘いんですけど、これなんだろうこのソース、柑橘系のようなちょっと酸味のあるソースが入ってんのよ、うん、これがめっちゃうまい。アプリコットソース、あ聞いたことあるな。あアプリコットソース、まあ、ちょっとこうジャムっぽい感じなんですね。そう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 、はいはい、いやまた外のチョコのパリパリ感がめっちゃいいっすね。結構音がもうパキパキ言うぐらいですね、うん、めっちゃうまい。これは一本でいろんな味が口の中で楽しめる感じ。これはもう何百円払っても全然いいね。うん、これがいいっすよね。この棒までしっかりとチョコついてる感じ、はい、こうズボッとこうチョコのソースにたっぷりつけましたよ、はいはい、この感じがやっぱりこの演出も最高。さあ続いて抹茶黒蜜くるみ。絶対買わなくない。あ、これ絶対もう眼中ないっすね。もう視界に入りません、正直。で、だからあのなんていうか年中食べてる人がこれチャレンジしてみようかな、わかるけど、うん、一発目いかないと思うんで。ただ、これ期間限定なんで、はい、このチャンス逃したらもう買えないです、はい、食べれないです、はい、ぜひちょっと試してみてください、はい、おー、ちっちゃい。いただきます。おいしい。この中のアイスはさっき食べたこのグリーンティーにまあ近いものがあるんですけど、はい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 、この外のこのパリパリのこれ抹茶チョコかな、はい、もううまいし、で食べ終わってもう甘さとこの抹茶の香りがふわーっとこう広がっていく中、くるみのねあのこのナッツな感じが最後に香りをそっとこう添えてくるんですよ。これがねめっちゃいい。でまだ黒蜜に到着してないんですけど、今から行かせていただきます。いや行ってきます。めっちゃいい。うめえ。正直くるみ好きな人いるこの世に。くるみがめっちゃうまいのよマジで。くるみがなんかねちょっとスナックのような感じでサクサクしてるんですよ、うんうんうん、だからよりこのザッハトルテより食感楽しめるし、香りがやっぱめちゃくちゃすごいよこれ。本当に何段階にも香りが味が楽しめる感じ。うわ黒蜜もっと入れてほしい。ちゃんと美味しいし、で
ハーゲンダーツってやっぱりこの約300円ぐらい払っても、うん、損した感じにならないのがやっぱ、うん、ハーゲンダーツの凄さですよね、うん、この高級ちゃんと美味しいし、あの他のアイスに比べて群抜いて、やっぱりこのリッチ感がやっぱあるのがすげえなと思う。いやハーゲンダーツさんさすがですね。でこの夏一押し鴨さんだっていう、私のこの夏イチオシのアイスはこちら、シャインミルクティーでございます。意外、本当ですか。はい、これね食べてみて本当に衝撃なの。なんか食べてなんか自然と笑みがこぼれるぐらいなんかね、ミルクティーのアイスもうまいし、このチャイのアイスもすごいなんかね、このマッチしてる、この絶妙なこのバランス、うん、ぜひ皆さん食べてみてください。いや、ハーゲンダーツさんマジで僕チャイミルクティーちょっとプライベートでも買います。ちょっと人に勧めたいぐらいマジで美味しかったです。もちろん全部美味しいですけど、ぜひ皆さん、食べてみてください。本日はここまででございます。チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。またお会いしましょう。さようなら。